こんにちは、ケイドラです。今日は大の大冒険コラボを引くべきかどうか最終考察やっていこうと思います。コラボはまだまだ続きまして、シークレットミッションとかもまだ来てないんですけども、一旦キャラの評価は落ち着いたかなと思うんで、それぞれのキャラを解説していきます。いつも通り各キャラの強い点、気になる点を話していきまして、総合評価で引くべきかを紹介していくんで、よかったら最後までご覧ください。コラボは期間限定イベントなんで、後から欲しくなっても入手が困難になるんですけど、大の大冒険自体はアニメまだまだ続きますんで、第2弾に関してはね、今後全然あり得るかなと思ってます。今回の最高レアリティのキャラは3体ですね。マーム、ダイ、ポップがいるんですけども、どんな人にどのキャラがおすすめかっていうところもしっかり紹介していくんで、この動画は時間ある時にできたら飛ばさず見てほしいなと思ってます。キャラの評価に関してはあくまで僕個人の意見なので、僕が考えてる意見とかを皆さんに共有するという形ですね。もちろんね、鵜呑みにせずにいろんな方の意見を聞いた上で、自分にはどのキャラが合ってるかっていうところを判断して引いてほしいなと思ってます。というところで結論から言いますと、今回のガチャは引く価値が高いかなと思ってます。ワンパン枠のキャラが2体いまして、高倍率の割合 SS を持ってるキャラが1体いるんですよね。どのキャラを引いてもしっかり仕事があるっていう風に思ってるんで、外れはいないかなと思ってます。ただまあ手持ちも皆さん違うし、どんな方にどのキャラがおすすめなのかっていうところもじっくり話していくんで、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。まず1体目、火属性のマーム見ていきましょう。強い点ですね。まずアビリティが超アンチダメージオール、アンチ魔法陣、ゲージで回復 M、ダッシュの反射キャラでございます。ステータスなんですけども、攻撃力が結構高いですね。レベル解放すると 41,390 あります。でさらにダッシュも持ってるんで、スピードは450ぐらいまで上がります。もちろんパワー型なんで減速率は激しいんですけども、超パワー型解放してあげると結構動き回ることができます。回復を持っていたり、クロス爆撃を持ってるんで味方の誘発もできるし、 HP 回復もできるんで結構サポートにも優れてるかなと思いました。で SS なんですけども、自強化プラス追撃ですね。対象も結構狙いやすくて、最初に触れた敵を狙ってくれるんで、マジで近くの敵じゃなくてよかったなと思います。自強化倍率はそんなに高くないんですけども、追撃の倍率が結構高くて2段階目が19倍ですね。さらに弱点必中扱いなんで、イタドリとかデク同様にしっかり弱点倍率が入ります。まあ、最近これが増えてきたんですごい扱いやすいなと思ってるんですけど、まあ、超アンチダメージオールも発動すると 1.3 倍上がりますし、もともと攻撃力がね高いんで、倍率で言うとイタドリの方が 25.5 倍と言って高いんですけど、そんなにダメージ量は変わらないんですよね。まあ、やっぱりねステータスが高いっていう点は評価できるかなと思います。でイタドリと違う点で言うと、自強化の後に追撃をしてくれるんで、まあ、剣作を触れて攻撃力アップするとか、パネルを踏んでからダメージを与える系のクエストではワンパンの成功率が結構上がるんで、そういうところで使い分けができるかなと思います。でこの最後の追撃なんですけども、クリティカルも発動するんで、まあ、パワー型っていう点も踏まえると、イタドリよりもクリティカルワンパンが狙いやすいかなと思います。次気になる点話していきますと、まあ、現状やっぱりねダメージオールと魔法陣が出現するクエストが少ないなと思います。反射と貫通で分けるとこんな感じなんですけど、まあ、特に反射ですね。まあ、最近卑弥呼が情報修正で魔法陣ついてはいるんですけど、プロメテウス、スキッティ、ラプラスといってダミオ魔法陣としてハマってる感じがあまりないかなと思います。まあ、なんで今後出てくる可能性はあるんですけども、もしダミオ魔法陣のクエストが出現した場合は、卑弥呼もラプラスもマームもめっちゃ強いんで、なんか速攻クエスト崩壊する可能性があるんじゃないかなと思ってます。だからまあしばらくは出ないんじゃないかなと思ってるんですけども、接待が入ればワンパン枠としてしっかり活躍すると思います。であとは回復 M を持ってるんですけども、パワー型の反射タイプなんで正直発動はちょっと難しいかなと思います。もちろん味方が群がってるといいんですけども、結構離れてたりすると回復しにくいので、最大限活かせるアビリティではないかなと思いました。まあ、これだったらソウルスティールとかの方が扱いやすいと思いますね。であと SS なんですけども、張り付いてから2発目に追撃を打つんで、超パワー型にしても SS の火力自体は上がらないんですよね。なので単純に減速率が下がるっていう点で使うことが多いかなと思います。であと SS 打ってる最中なんですけども、最初自強化として動くじゃないですか。でまあパワー型なんで結構クリティカル発動しやすいんですよね。それによって追撃前にボスを倒してしまうっていう事故も起こるんで、まあ、クリティカルついたのはちょっと僕はあんまり嬉しくないなと思いますね。もちろんクリティカルワンパンも狙えるんですけど、まあ、完全に運ゲーなんでクリティカル事故が単純に怖いなと思いました。であと超アンチダメージオール発動しなかったら、イタドリの SS に火力負けするんですよね。仮に超アンチダメージオール発動したとしても、イタドリは超バランス型解放できるんで、
確か属性効果超アップからは完全にイタドリよりも火力が劣ります。特に属性効果超絶アップではイタドリと比べるとかなり火力の差があるんで、ワンパン枠としては超暗示ダメージオールを発動したとしてもイタドリには及ばないし、まあ無理やりねワンパン枠として連れていく場合超暗示ダメージオール発動しないと最大火力出せないんで、ちょっとねワンパン枠としてはイタドリと比べると劣る部分が多いかなと思いました。仮にイタドリがいなかったらめちゃめちゃ大当たりだったんですけども、比較対象がねしっかりいまして、もちろんギミック対応は違うんですけども、倍率が結構負けてる部分多いので今回僕はちょっとそこ気になりましたね。あと近畿28に関してなんですけども、かなりねネットの評価を見てるとイタドリよりもワンパン狙いやすいから評価できるっていうコメントがあったんですけど、この配置見る感じなかなかね弱点パネル2個踏むの難しいと思うんですよ。というのは皆さんちょっと忘れがちかもしれないんですけども、減速壁対応してないんですよね。なので基本的に上下の壁には触れてはいけません。もちろんね今 3P のマチュピチュのように配置が良ければ SS って下がっていてね下のパネルも踏むってことできるんですけども、まあ、減速率も結構激しいし、撃ってる最中にボスに対してクリティカル出る可能性あるんですよね。それで追撃前に倒してしまうっていうこともあるんで、臨機応変な対応が多すぎて難しいんじゃないかなと思ってるんですよ。仮に今これデスアークの位置とかにいると、これね弱点パネル1個しか踏めないんじゃないかなと思うんですけど、あらかじめ配置が必要な点とワンパンするに関しても紋章が必須かな。紋章つけなかったら結構過激もらないとワンパン乗らないんで、もちろん殴る部分があるからねワンパンはしやすくなるんですけども、なかなか条件が厳しいんじゃないかなと思いました。僕は今のところずっとイタドリでワンパンしてるんですけども、まあ、ジョン万次郎で間に合ってるよっていう方もいると思うし、単純に今苦労してない方はマームゲットしたとしても使わないことになる可能性があるんじゃないかなと思いました。もちろんまだ使ってないからね実際の評価はわからないんですけども、パネルの配置だったり減速壁が上下にあるっていう点を踏まえると配置も難しいし、思った以上にワンパンするには気をつける点が多いんじゃないかなっていうふうに思いました。マームの総合評価なんですけども、パワー型で友情コンボの威力とか機動力は低いんですけど誘発できる友情コンボを持っていたりワンパンできる SS を持ってるんで、そこに関しては評価できますね。 SS なんですけども自強化の後にしっかり追撃を打つんで、まあ、クエスト次第ではイタドリよりもワンパンしやすいっていう可能性も多いし、まあ、単純にダメージオールの対応なのでイタドリと違うワンパン枠として活躍できます。まあ、火属性のワンパン枠って結構少なくて、まあ、現状イタドリだったりジンだったり、まあ、一応マトイリュウコもそうですね、あとはヴィランジョン万次郎ぐらいなんですけど、まだまだね少ないところなので、まあ、これらのワンパン枠を持ってない方は狙って引く価値はあるかなと思いました。ただイタドリ持ってます、近畿28特に困ってません。ワンパン枠も別にいらないって方は無理して追わなくていいと思ってるんですけど、まあ、普通にこのキャラもねしっかり強いんで今回のコラボの大当たり枠かなと思ってます。欲を言えば超パワー型の恩恵が欲しかったなっていう点と、超パワー型の恩恵もらえないんだったらもう一個ぐらいにアビリティやったら嬉しかったなと思います。イタドリっていう比較対象がいなかったらめっちゃ評価できたんですけど、超バランス型解放できて超レーザーストップとかも持ってるイタドリは結構なねワンパン枠としてのライバルだと思うんで、もちろんねギミック対応は全く違うんですけど、ワンパン枠って基本的に無理やり使うことが多いので、そうなった時にワンパン火力で劣るっていう点で使用頻度はイタドリよりも低いんじゃないかなって個人的には思ってます。次台見ていきましょう。まず強い点ですね。アビリティが超アンチ重力バリア、アンチウィンドウ、カウンターキラー、友情ブースト、ゲージで超アンチ減速壁の貫通キャラでございます。攻撃力は結構高くてレベル解放すると 33,345、 さらにそこからカウンターキラー乗ってきたり、まあ、超アビ2つ持ってるんで加速すると殴る回数も必然と増えます。まあ、さらに超バランス型解放できるんで火属性相手には火力上がりますし、友情ブーストも持ってるんでオートジャベリンだったり超落雷の威力も非常に高くなってます。でさらに隠し仕様がありましたよね。まあ、ちゃんとした確証はないんですけども、おそらくの仕様はボス戦以降で発動、前のステージ突破時に HP が 80% 以下で発動します。発動すると攻撃力と友情コンボの威力が 1.2 倍になりまして、被ダメージが 0.75 倍になります。 25% カットですね。この隠し仕様によって結構評価上がったんじゃないかなと思ってます。で SS なんですけども、自強化の後にボスの弱点必中の追撃を放ってくれます。で自強化倍率もまあまあもらってまして、1段階目が 1.5 倍、2段階目が 1.8 倍ですね。追撃の倍率は 13.5 倍といってあまり高くないように見えるんですけども、ちゃんと計算するとなかなか火力は高くなります。この 13.5 倍からカウンターキラーの 1.5 倍ですね乗ってくると 20.25 倍で、隠し仕様の 1.2 倍乗ってくると 24.3 倍、そこから超バランス型で
仮に属性効果超絶アップの場合は 1.54 倍ぐらい上がるんで37倍ですね。でさらにボスの弱点を狙うんですけども、弱点判定を巻き込めばその分ダメージが増えるんで、実際には50倍ぐらいのダメージ与えたりもするんで、非常に強力なワンパン枠として評価ができます。まあ、そもそも水属性のワンパン枠ってめちゃめちゃ少なくて、現状ガチャゲンだとグレイぐらいしかいないんじゃないかな。ゲージ持ち越しできるキャラが非常に少なかったので、今回超希少なワンパン枠として登場しました。まあ本当お手軽ですよね。勝手に弱点狙ってくれるんで、今後難しいコンテンツでお世話になることはめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思ってます。気になる点話していきますと、現状重力バリアと減速壁が出現するステージはほぼないですね。まあ、こんな感じで見てもらったらわかると思うんですけど、まああんまり活躍してるキャラが少ないので、クエストはほとんどないんじゃないかなと思います。一応バサゴだったりマーリンに関しては同じアジン族なんですけども、まあ、今後クエストは出てくるんじゃないかなと思ってます。あとはね、ワンパン枠なんですけども、ダメージギミックには弱いですね。ダメージオールだったり地雷対応はないので、無理やり連れていく際は結構非ダメージに注意しないといけないなと思います。まあそれこそブラウニーとか連れていくと相性がいいかなと思ってるんですけど、まあ、貫通タイプなんでダメージオールをかわすのは結構難しいんじゃないかなと思います。ダメージオールが即死系だったら結構扱いが難しいかなと思いましたね。あともう一つ気になったのは超落雷ですね。まあ、これは難しいコンテンツでドクロの敵が麻痺してしまうと積む可能性があるんで、それだけはちょっと怖いですね。どうしようもないかなっていう運ゲーなんですけども、そこが少し気になりました。総合評価話していきますと、超アンチアビリティ2つ持ってまして、超バランス型に解放できるっていう点と、あとカウンターキラー持ってるんで殴りも非常に強力なんで、まあ、全体的にスペックは高いかなと思います。友情コンボの威力も友情ブースによって高いし、カウンターキラー乗ってくるとさらに 1.5 倍入るんで、まあ記載の威力から 2.25 倍になりますよね。友情の火力に関しても文句ないかなと思います。でまあやっぱりね、特徴的なのは SS なんですけども、ボスの弱点必中でしっかり自強化などに追撃してくれるんで、ハート回収できたりとか、さっきのマーム同様に剣の雑魚触れたりとか、弱点パネルも踏みやすい、雑魚処理も行えるんで、その点も扱いやすいかなと思ってます。そもそも水のワンパン枠ってものが非常に少なくて、今後難しいコンテンツで無理やり使ったりとか、まあ、単純にリミック適正のクエストで活躍することがあるんで、このキャラは狙って引く価値が大いにある超大当たりキャラかなと思ってます。まあ、本当に水属性のワンパン枠少ないし、まあ、超バランス型解放できるっていう点と、隠し仕様だったりカウンターキラーも乗ってくると超高火力でアタックできるんで、比較対象リヴァイっていうものはちょっと違うとは思うんですけども、それぐらいね、非属性のクエストにおいてはワンパン枠として活躍すると思うんで、狙って引く価値はあるんじゃないかなと思います。最後ポップ見ていきましょう。まず強い点ですね。アンチ重力バリア、超アンチワープ、ゲージで飛行 SS ターンチャージの貫通タイプでございます。まあ、そもそもトリプルアンチもらってるんで汎用性も高いですし、貫通タイプなんで非常に扱いやすいかなと思います。砲撃型の友情コンボ持ってるんですけども、両方とも木属性で、さらに威力がね、2つとも非常に高いものもらってるんで、水属性相手には非常に強いですね。まあ、調教乱気弾に関しては本当にランダム性高いんですけども、一発でも当たればね、高火力が入りますし、友情コンボクリティカルも持ってるんで、発動時は本当にね、ボスも簡単に解けたんで強力でした。で SS は実況化プラス範囲割合の攻撃をするんですけども、敵の HP の 40% を一旦で削ってくれます。でさらに結構範囲も広くて、ニラカナのラストゲージで打ってみたんですけど、左のデプスはもちろん下のバハムートまで届いてるんですよね。なんでなんか範囲割合攻撃で考えるとすごく強いなっていう風に思いました。で最低保証も300万ダメージあるんで、 HP が低い敵に対しては300万の固定ダメージが入ってワンパンすることもできます。基本的に割合 SS 持ってるキャラって実装後じわじわと評価が上がってくるイメージなんで、このキャラも2ヶ月先ぐらいの方が評価上がってるんじゃないかなと思います。気になる点話していきますと、ステータスはねやっぱり低めですね。レベル解放をしたとしても、まあ、攻撃力2万8000ぐらいで、スピードも350と決して高くはないかなと思います。あとはね、ダッシュだったりキラーも持ってないんで、完全に友情だったり SS に振ってるタイプかなと思いました。超アンチワープ持ってるんですけども、その攻撃力はそこまで高くないんで、恩恵もそんなに感じないと思うし、地雷も回収できないんで、基本的に殴り面には期待しなくてもいいかなと思ってます。欠点はやっぱりその辺ですよね。ステータスが低いっていう点と機動力もあまりないんで、直殴りにはあまり向いてないかなっていうふうに思います。総合評価話していきますと、汎用性が高い、友情コンボの火力も高い、 SS 割合で非常に優秀っていう点で、まあ、基本的には文句ないかなと思います。であと怖いのが、
今年になってやたらとね、貴族生の貫通重力ワープ枠が増えてるんですよ。高杉、リボン、デッドラビッツ、ポップなんですけども、フラパの発表で2体も増えたんですよね。なんでこんなに増やすのって感じでめっちゃ増えてるんで、少し怪しいなっていう点もあるし、もちろん重力ワープ枠じゃなくてもトリプルアンチなんで組み合わせは豊富ですよね。重力飛行だったりワープ飛行もできるんで、単純に既存のクエストでも使えるクエストが非常に多いキャラです。で、 SS に関してもその割合攻撃をドーンって打つんじゃなくて、自強化の後に最初に触れた敵に割合攻撃を打ってくれるんで、そこも扱いやすいですし、例えばステージ開幕時にボスがちょっと上ら辺にいるけども真ん中に雑魚がいる場合は、その雑魚にね SS を打ってあげると中央の範囲を割合攻撃できるんで、ボスに別に打たなくてもいいっていう点も扱いやすいかなと思いました。まあ、友情コンボの火力も高いし 40% の割合攻撃できるっていう点は、難しいコンテンツでもしっかり使えるんで非常に優秀かなと思ってます。まあ、ニュートンみたいに長距離ランキナーが強すぎて難しいコンテンツでダメージが通ったりすることもあると思うし、直殴りにはあまり期待できないんですけども、もし仮にポップを2体パーティーに入れればもう確実に 80% 削ってくれるんで、高難易度でも全然活躍できるんじゃないかなと思ってます。まあ先ほども話したんですけども、結構割合攻撃持ってるキャラって実装後に評価がどんどん上がってる気がするんで、今回このキャラも狙って引く価値がある超大当たり枠だと僕は思います。まあ、やっぱり割合攻撃は1体だけでも持ってると近畿17でワンパンできたりもするし、割と長生きできると思ってるんで、手持ちに1体を確保しておきたいなと僕は思いました。そんな感じで3体キャラ見ていったんですけども、今回のコラボの超大当たり枠はダイとポップかなと僕は思ってます。マームももちろん大当たり枠でね強いんですけど、このキャラに関してはちょっと手持ちによるかなと思います。もちろんイタドリ持ってないとかジン持ってないとか、まあ、ワンパン枠持ってないっていう方は狙って引く価値は全然あると思うんですけど、もし仮にそれらを持ってる方はやっぱりワンパン力の部分で少し劣るので、ワンパン枠採用するってなった時に選ばれない可能性があるかなと思いました。まあ、ただ本当にイタドリ持ってない近畿28の国苦手ですっていう方はしっかり紋章とかつけてあげればワンパンもできるし全然使えるとは思うんですけど、まあここは本当に手持ちによるかなと思います。ダイに関してはまあ文句ないと思ってるんですけども、まあ、超バランス型解放できる対火属性のワンパン枠として登場しました。もちろんダメージギミックには弱いんでワンパン枠として無理やり連れていく場合は注意が必要なんですけども、非常に強力なアタッカーとして登場しました。ポップに関しては現状使えるクエストも多くて汎用性が高い、さらに 40% の割合攻撃で長生きができるっていう点で評価をしております。マームはまあ先ほども話したんですけども、火属性のワンパン枠を確保したい方向けですね。火属性相手で属性効果が上がっているクエストではほとんどイタドリには及ばないんですけども、しっかりアビリティで使い分けはできると思うんで、イタドリ持ってるけどちゃんとワンパン枠も欲しいっていう方だったり、完全にイタドリ持ってなくて28の国困ってますよっていう方は引いてもいいかなと思います。評価としてはやっぱりねワンパン力が劣るっていう点で少しだけ下げてるんですけども、基本的には全キャラ当たりだと思ってください。そんな感じですね。まあ、今回のコラボに関してはこれまでと違って、まあ、はぐれメタル周回だったり星2のスライムが登場してモチベーションが上がるものが多かったですよね。だからすごいいいコラボだなと思ってるんですけど、まあ、キャラもしっかり強かったんで今後このキャラたちもどんどん接待されることを祈ってます。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。